少しだ。皆さんこんにちは、みんなの党幹事長江田健でございます。大変大きな声を張り上げて申し訳ありません。選挙戦ですので、一時ご容赦をください。今回の衆議院選挙、民主党がダメだったからといって元の自民党に戻していいんでしょうか。まあ、我々みんなの党、落合孝行、私江田健二は決してそうは思いません。だって皆さんそうでしょう。自民党は10年間で200兆円、また証拠りもなく公共事業をばらまこうと言ってます。そして驚くべきことに、あの復興予算を流用させたのも自民党ですよ。まあ、私みんなの党幹事長江田健二はこの1年この国会運営に携わってまいりましたから証言いたしますけれども、この皆さんの貴重なお金、被災地のためのお金をですね、流用させたのは自民党であります。民主党ではありません。被災地に限っていた、ありがとうございます、ね、この民主党の政府案をわざわざ被災地以外まで広げて沖縄に道路建設をさせた、これが自民党ではありませんか。そしてもっと驚くべきことに、もっと驚くべきことにですよ、自民党が、ね、あの消費増税 5% で 13.5 兆円、皆さんの懐直撃ですよ、この景気の悪い時に。この 13.5 兆円のお金はみんな医療や年金、社会保障に使うと言ってた。それがですね、自民党は5兆円分は公共事業に使う。これが堂々とですね、まあ、自民党の重鎮の野田武さんという財務省出身の政治家が答弁しましたよ。まあ政治家はですね、まあ、私江田健二もテレビにはいろいろ出てますけども、テレビで言ったことじゃないんです。国会で正式に答弁をしたのがこの政党の政治家の公式見解なんです。驚くべきことに、自民党は消費税増税の 13.5 兆円のお金のうち5兆円を公共事業にばらまくと言うんですよ。もう一体もう本当にこの証拠りもない自民党という政党は、ね、安倍晋三さんを、まあ、私江田健二もよく知ってる人ですけどね、まあスマートで、ね、ちょっとハンサムかもしれませんよ。しかしですよ、ね、騙されてはいけません皆さん、ね、表紙が変わってもトップが変わっても、まあ自民党の利権土権体質、しがらみだらけの体質は全く変わっておりませんから。まあ、私江田健二は橋本龍太郎総理大臣の秘書官をやってましたから、自民党政権の、まあこの自民党という政党の隅々まで知っております。隅々まで知っているからこそ、私江田健二は自民党じゃないんです。自民党の総理大臣の総理秘書官を務めたのに、自民党からは絶対出たくない、自民党の政治家をやりたくない。それはなぜか、いくら改革派の落合孝行でも、いくら改革派の江田健二でも、自民党に入った途端にしがらみ足を取られて、土建利権業者のために働かなければいけないからです。皆さん、こんな自民党に一票投じるんですか。まあ私江田健二はびっくりしました、ね、今週の朝刊を見て、日本国民は自民党に単独過半数を取らせる勢いだ。いや、今小さなお子さんもいますけどね、いらっしゃいます、まあ、私江田健二もお二人の小学生を抱えている親ですけども、まあこの子供の将来を考えたら、もう自民党に政権を戻してはいけない、本当に心底そう思いますよ。ですから私は、江田健二は、渡辺芳美は、落合孝行はみんなの党を結党したんです。3年半前、自民党でもない、民主党でもない、全くしがらみのない、だからこそ国民の皆さん一人一人だけを見て政治ができる、こんな政治を作りたいんだ、こんな政党を作りたいんだということで、自民党トップから誘われ、民主党からトップからも誘われましたけれども、入らず、あの怒涛のような3年ちょっと前の政権交代への流れの中で、猫も杓子も民主党なら当選をする選挙で、あえて嵐の太平洋に小舟で漕ぎ出すような覚悟で作ったのがこのみんなの党なんですよ。私は今この幹事長として、私江田健二は自信を持ってこのみんなの党にふさわしい候補者として
落合孝行を擁立をいたしました。落合孝行は私江田健二の秘書、何が面白いのか5年間も務めてくれたんです。改革派といっても筋金入りの改革派がこの落合孝行なんですね。私江田健二が幹事長として自信を持ってこの世田谷区民の皆さんにふさわしい、まあ私も元世田谷区民、駒沢大学に住んでおりました。まあ若い頃この今横浜市で横浜市民のご見識で自民党民主党相手に大差で当選をさせていただき続けているのがこの私江田健二でございます。横浜市民にできたことが世田谷区民にできないはずはございません。皆さん自民党に入れるんですか？本当に自民党に入れるんですか？この国が終わりますよ。翌日から公共事業10年間で200兆円ですよ。自民党民主党は増税一直線でしたよ。医療改革年金改革やりましたか？全くやってませんよ。景気の悪い時に増税は世界の非常識ですよ。債務官僚に踊らされ大蔵省財務省という国のことを考えず自らの天下り組織防衛のことしか考えないこの財務官僚に踊らされて自民党の政治家も民主党の政治家もこれだけ景気が悪いのに増税一直線、案の定景気はどんどん悪化してますよ。皆さんこの国が潰れます。民主党がダメなことは誰しも分かっております。しかし自民党に戻したらもっとひどい政治が、田中角栄ばりの日本列島改造論が皆さんの目の前に浮上しますよ。それでいいんでしょうか？良くないという方はぜひこの落合孝行みんなの党でございます。落合孝行という選択肢があるじゃありませんか。自民党しか選べない、民主党しか選べないような選挙区と違い、みんなの党という落合孝行という裏切らない、嘘をつかない、嘘をつく理由もない、裏切る理由もない、このしがらみのないこのみんなの党落合孝行、ぜひ当選をさせていただければ、増税ストップで景気回復を最優先、皆さんのお仕事雇用を守る給料を上げていく最優先でみんなの党落合孝行はやってまいります。この16日落合孝行を当選をさせていただければ、増税ストップで国会議員や役人が身を切る、みんなの党だけです。国会議員の給料3割カット、ボーナス5割カット、ずっとこの3年間出し続けてきた国会にそれをことごとく反対して潰してきたのが自民党と民主党の政治家ともですよ。ぜひ皆さん政治家の正体を見破っていただきたいんです。政党の正体を、自民党も民主党も選挙の時だけですよ。きれいごと立派なことを言うのは、選挙が終わったらケロッと忘れて、自民党は都県利権業者のために働く、民主党は公務員の労働組合のために働く、それが今までの政治じゃありませんか。このままでは日本は潰れます、確実に。ぜひ皆さん、みんなの党、みんなの党はこのどうしようもないしがらみだらけの政治にレッドカードを突きつけるために決闘いたしました。落合孝行、増税の前にやるべきことがあるだろう。国会議員や役人が徹底的に身を切る、まずは景気回復を最優先をして皆さんのお仕事雇用を守る、給料を上げていく、そして将来原発ゼロ、明確に言ってるのもみんなの党です。原発は動かしすぎれば核のゴミが出てくる、高レベル放射能廃棄物ですよ。そんなものを世田谷区民は受け入れるんですか？誰が受け入れるんですか？原発を自民党は速攻すると言ってる、10年間考える、とんでもないじゃありませんか。そんな無責任な政治で政権を取ってやるんですか？原発を動かせば核のゴミがどんどん出てくるんですよ。誰が受け入れるんですか？トイレの、ないマンションというじゃありませんか。自民党はトイレのないマンションに国民よ住み続けなさいと言ってるんですよ。自民党は電力会社からいっぱい票や金をもらってる、土建利権業者だけではなく電力会社から金や票をもらってる、そういった自民党が原発ゼロを言えるはずもありません。原子力村から票や金をもらい国民のことなんか考えてやしない、
こんな自民党は原発ゼロは絶対言えない。そして原発を動かし続け、高レベル放射性廃棄物を出し続け、日本中に核のゴミを撒き散らそうというんですかね。自民党は安倍さんに聞いてくださいよ。安倍晋三さんに、ね、もうすぐここに来るらしい、聞いてくださいよ。あんた原発をゼロにしないと言ってるけれども、核のゴミはどうするんですかと答えられませんから、答えられませんから。自民党はですね、偉そうにですね、原発ゼロを訴えてる政党に無責任なんて言ってますよ。その言葉をそのまま返したい。ありがとうございます。私の本です。財務省のマインドコントロール、これはこの国は財務省に操られてるんですよ。まあちょっと話が外れましたけども、とにかく原発を続行させよう、10年考えようなんてね、まあ電力会社から票が絡まってる証拠じゃありませんか。まあこうした自民党、土建利権業者の票や金にまみれ、電力会社原子力村の票や金にまみれて政治を行おう、そんな政党に一票を投じることはこの国を滅ぼす道なんだと、若者の将来をダメにする政党なんだと、お年寄りが長生きしてもどうしようもなかったとしか言いようのない国を作るのが自民党なんです。自民党も民主党も同じ穴の無地だ。この1年ひたすら財務省に踊らされて増税一直線、皆さんの医療改革、年金改革やれない、後期高齢者医療制度、あの奪捨て山と言われた後期高齢者医療制度廃止されましたか。全く廃止されてない。年金一元化して最低保障年金7万円もらえるようになりましたか。全くなってありませんよ。年金改革もやらず、医療改革もやらず、ひたすら増税一直線じゃありませんかね。皆さん、これが自民党民主党の政治ですよ。何をきれいごとに言っても、立派なことを言っても、財務省と一体となってこの日本を増税一色に染め上げたのは民主党と自民党ですよ。そして大手メディアですよ。大手メディアも財務省には歯向かえない。大手メディアも株式会社だ。金ですでに傷がある。そこを税務署、国税の査察で掴めばコロッと言ってしまう。朝日新聞も、読売新聞も、日経新聞も、増税大合唱ですよ。この国は一体どうなってしまうんでしょうか。ポール・クルーグマンも、レスター・サロンも、浜田光一先生も、世界的に名だたる経済学者はみんな、今日本で増税をすることは重病人に重荷を背負わせて歩くというようなもんだ、即死すると言ってるんですよ。これが世界の常識。しかしこの世界の常識が日本では通用しない。それが財務省だ、自民党だ、民主党だという連中がこの国を支配をしているからでございます。みんなの党は世界の常識の経済政策、金融政策を持っております。経済対策、戦う改革戦略、既得権益と戦わなければこの国の将来は切り開けません。電力会社を解体自由化して、そして新しい電力会社をどんどん参入させていく、この送電線を切り離して自由に使えるようにする。そうすれば昔電電公社 NTT が独占の時代からいろんな電話会社、通信会社が入って、電話料金も10分の1以下、インターネットの料金は100分の1以下になったじゃありませんか。こういったことをみんなの党はやりたいんです。落合孝之はやりたいんですよ。ぜひこの電力の自由化でどんどん新しい電力会社を参入させる。皆さんも電力会社が選べるようになる。電気料金は10分の1以下になる。もう原発は安くもない、安全でもない。自然に市場から淘汰される。2020年代には原発はゼロにする。これがみんなの党の政策でございます。ぜひこの落合孝之は増税の前にやるべきことがあるだろう。みんなの党、自信を持ってお勧めする世田谷区民にふさわしい候補者です。私幹事長江田健二がしっかり人物執権を見極め、とどころか私江田健二の秘書を5年間も務めてくれた筋金入りの改革派、それがこのみんなの党公認候補者落合孝之でございます。ぜひ皆さん、本当にこの日本どうなるんでしょうか。
若者の将来どうなるんでしょうか。本当に私枝健二も一政治家として本当にどう悩んでしまいます。もうこの今の選挙の情勢は自民党が単独過半数を取る、しかしこれは国民の意思ですよ、国民の意思、私は信じたくない。この自民党に単独過半数を取らしちゃったらもうやりたい放題ですよ。公共事業ばらまき放題、原発続行し放題、こんな自民党に将来を任したら完全にこの国は終わりますよ、日本は終わる。しかしそれも国民の意思ならしょうがない。民主主義社会では国民が選んだ政党政治家が政治をしていくしかない。それは民主主義国家の宿命ですよ。そうならないように我々はみんなの党、小さいながらも選択肢を用意しました。どんどん議席を伸ばしていきたい。この選挙戦で、来年の夏の参院選で、消費税の増税も来年の秋最終判断をいたします。そこでみんなの党が政権を取っていれば確実に消費税増税をストップさせます。景気回復を最優先にして雇用を守る仕事を増やしていく、給料を増やしていく、そのための処方箋、既得権益と戦う経済成長戦略、電力、エネルギー、農業、福祉、子育て、環境、すべて官僚が規制で守り、既得権益を守り、手枷足枷をかけ民間の活力を削いでおります。我々みんなの党は民間の力を信じております。民間に任せれば、官僚の手枷足枷を取り払えれば、必ず日本は成長します、経済は回復します。しかしこの規制で守られた既得権益から票やお金をもらっている自民党や民主党には絶対にできない成長戦略を持っているのがみんなの党でございます。ぜひこの落合孝之みんなの党、経済を成長させ、原発はゼロにし、国民の生活を守るみんなの党、私は幹事長の枝健二でございます。今全国を駆け巡っております。全国に候補者を擁立をしております。ぜひこのみんなの党、選挙後の政界再編を主導してまいります。10党以上の乱立状態、訳がわからないというのが国民の皆さんの率直な思いだと思います。そうした時に基本政策で政界を整理整頓していけるのはぶれない、しがらみのないみんなの党だけでございます。私は幹事長として、私ら検事はしっかりとこの政界を整理再編して、自民党や民主党に対抗できる新しい政治勢力を結成をしてまいります。ぜひそのためにもこの落合孝之みんなの党公認候補、ぜひ皆様の世田谷区民のお力で、お一人お一人のご見識でこの16日国会に送っていただけますことを心から、私みんなの党幹事長枝健二お願いいたしまして、大変大きな声を出して申し訳ございませんでした。ぜひ12月16日には世田谷区民の皆様のご見識を、期待をさせていただいております。ぜひみんなの党、落合孝之という選択肢があるんだということを、自民党に入れれば土建利権政治が再来するんだということを、10年間で200兆円といえば1年間で20兆円もお金を使って公共事業だけにつぎ込む、一体我々の生活はどうなるんだと、消費税増税法案を審議するときにはお金がない、お金がない、借金だらけだと嘘をついて皆さんに増税をそそのかしておきながら、増税法案が通った途端に公共事業200兆円もばらまくんだという神経、まあ私枝健二は政治家の前に一国民としても信じられない思いです。しかしさもありな、私枝健二は橋本龍太郎総理大臣、自民党政権の総理大臣秘書官をしておりましたから、こうした自民党の正体は全国承知しております。だからこそ自民党で政治家をやってない、自民党政権を支えた男が自民党では政治家はやらない、これが明白な
私自身をかけた皆様への証言でございます。ぜひとも落合孝之を16日ぜひしがらみのないぶれない政党落合孝之を当選をさせてください。必ず新しい政治の流れ、新しい政治勢力を結集をしていく、私みんなの党幹事長江田健二として皆様にお約束を申し上げます。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。お騒がせして大変申し訳ありませんでした。落合孝之を何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。みんなの党東京都第6区衆議院議員の選挙に立候補いたしております落合孝之、そしてみんなの党の江田健二幹事長より皆様にお訴えをさせていただきました。決めます。一問です。はい、もし江田さんが財務大臣になりましたら何を なさいますか。財務大臣、はい、一番は特別会計、はい、独立行政法人である、まあ、積立金剰余金、まあ、埋蔵金ですね。そういうのが大体国際成立金で10兆、労働権特会で4兆になります。それから JT 株、NTT 株、郵政株、政府資産の売却、そういうもので大体30兆、40兆お金出ますからね、はい、それで、まあ、増税をせずにつないでいって景気をまず回復させると、うん、これを最優先にしたいと思います。財務官僚の洗脳には合わないという自信はもう財務官僚ももう知り尽くしてるし、まあ、大学時代の友人ですから、はい、どういう魂胆かも全部分かってます。はい、分かりました。ありがとうございます。